こんばんは、スタジオリバーサイドへようこそ。ギタリストでシンガーソングライターの竹下敦です、本日のサウンドチェックこちらになります。ズーム社提供ズーム G2ANUJ の7番まで来ました。スプリングです。冬だけどね、なんてね、はい、というわけで、ギターを手にしたらスケール練習です。はい、いやでもスケール練習です。他にうまくいかる道はございません。6弦3フレット中指でございます。ここまで来たら中指にまた入れ替えます。なぜ中指に入れ替えるかというと、全く同じ音質に2オクターブ奏でられるからですね。もう一度中指に入れ替えます。加工してみましょう。はい、これがですね、つながるようになるまで練習していきましょう。やりたくないって人はやめちまえ。はい、慣れてきたら3オクターブのスケール練習にチャレンジしてみましょう。6弦から1弦まで全て使うので達成感があると思います。それだけではつまらないので曲に行きましょう。はい、よく使うコード進行でね、E マイナー C の、循環コードをクソ真面目に練習しましょう。これねよく使うんでね、実践的な、コード進行です。行きましょう。ワン、ツー、ワン。次に5、4、3弦のアルペジオに進んでみましょう。ルートを弾くときに主音、前のめになると、間違えることが少ないです。行ってみましょう。このアルペジオもうまくいかなくてイラッてきた時ですね。とかなんてギターの響きっていいなって打ったりしましょう。そういう時間も必要です。はい、次に4、3、2弦のアルペジオに進んでみましょう。4弦の方、4、3、2弦の方が細いのでより繊細なタッチが必要です。ゆっくり丁寧に奏でましょう。
次はフレーズを弾いてみましょう。日本にね、アースシェイカーという素晴らしいバンドがあります。モアという非常に美しい楽曲がございます。そのイントロ、練習すれば必ず弾けるようになります。はい、奏でていきましょう。一弦にアクセントを持ってくるととても美しく聞こえます。はい、弾けた感が出たじゃないですか。ギターってそんなものです。はい、意外と簡単でしょう。はい、ただ美しく奏でることは難しい。それにはスケール練習。上達する方法ないです。スケール練習を繰り返すことです。はい、次にギターソロに進んでみましょう。ここではファイナルカウントダウンとね、ギターソロを学んでいきましょう。いろんな要素が入っているのでとても勉強になると思います。ゆっくり丁寧に奏でましょう。ギターを奏でる際に非常に重要なお話をしましょう。それはですね、弦と指が離れている時間、これを短くすることです。なるべく弦の上をスルスルスルするとね、オーバーアクションにならないように気をつけましょう。課題曲として犬山のスティン、広島の無理を簡単にしたものです。練習すれば誰にもできます。なるべく小さいアクションで弾けるように徐々に練習していきましょう。こちらのテロップがあります。現在私は横浜にございますシアミュージック横浜でエレキギターとアコースティックギターの講師をさせていただいております。ありがとうございます。横浜シアミュージックではですね、ボーカル、
そしてドラム、そしてベース、そしてピアノ、そして話し方、そして DTM、 全ての講師がですね、非常にスキルが高いです、はい、ちなみに受付のスキルも高いです、はい、ちなみにトイレは綺麗です、ちなみにスタジオは綺麗です、はい、何かね音楽を、やっていく上で行き詰まったら、ぜひね横浜シアミュージックまでお電話ください、ね、ちなみにフリーダイヤルです、はい、料金かかりません、ご相談くださいませ、無料体験レッスンもやってますけどね、そもそも入会する気がない方はですね、あの冷やかしはやめてください、時間の無駄なんで、あんまりね、なんだろう、他と比べても意味がないですよ、シアミュージックが一番いいから、もしくは黒沢楽器の、音楽教室、これも素晴らしいですよ、私もそこ出身ですから ね、多くのことを学ばせていただきました、はい、なんだろう、黒沢楽器、まあ、私の場合ですけどね、どういうレッスンをするかっていうと、こういうふうに弾きなさいとかじゃないんですね、こういう感じとかね、こういう立ち振る舞いとかね、ギターを持つときにどうとかね、会釈の仕方とかね、手つきとかね、そういうことなんですよね、何々の曲が弾けるとかね、どっちでもいいことなんですよそういうことを習うんじゃなくてね、人としてどうあるべきかとかね、ギタリストはどうあるべきか、そういったことをね、習うわけです、私もね、習ったそれを、伝えるべき、部区で、黒沢樹さんのご協力を得て現在シアミュージックで講師をさせていただいております、私の師匠であるね、加納様の意思は継いでおります、はい、それでは横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております、お茶の水が近い方はね、黒沢樹、G クラブ東京のね、黒沢音楽教室に通われたらよろしいかと思います、こういったことはケースバイケースなのでね、気の合う講師とに習うのが一番よろしいかと思います。それでは横浜シアミュージックでお会いできることを楽しみにしております。